酒よく飲んだりするんですか？お酒はよく飲みます、はい、外で家で。そうなんですよ。外多いですね最近は。家も多いですけど、家はもう毎日飲んでますね。どのぐらい酒飲むんですか？いやでも言ってもそんなにガバガバ飲んだりはしないですね。これ、このもう忘れられない、忘れられない弾いてみましょうか。弾いてみましょうか。弾いてみますか。いいですか。早速いいですか。早速これでいいですか。久しぶりの。しか持ってないんですけど、そうですね。この間買ったっていうやつか。はい。なんか今まではこうレンタルしてたんですよ。はいはいはい。それでやっぱ自分の一本欲しいなと思って。で、普通の新しいやつを買おうとしてたんですけど、やっぱヴィンテージをこう試してもらってっていうか試させてもらって、やっぱりいいなって思って。あ、初めて買ったギターって何なんですか？買ったギターはホライズンっていうエレキだったんですけど、グラスルーツから出てるやつなんですけど、それが初めて買ったギター、黒いギターですね。それはいつぐらいですか？あれはいつだろう、高校生の時ですね。親に買ってもらった。家で曲作ってるっていうか、ギター弾いてる時とか飲みますね。なんかすげえ楽しくなるんですよ、ギター弾いてることが。酔っ払ってるとそういう時弾いてるギターが一番気持ちいいかもしれないですね。誰かに教わったりしてるんですか最初？いや誰にも教わってないですね。なんか友達と一緒にこう好きなバンドのビデオとか見たりして、それでもうほとんど独学っていうんですかね、独学っていうのかな、スコア見たりして、これどうやって弾けばいいんだろうみたいな感じで、こうじゃないこうじゃないみたいな感じで。その頃もプロになったのかした？その頃の方が思ってましたね逆にその頃の方が簡単にプロになれるんじゃないかみたいな感じはあったんですけど、やればやるほどどんどん遠のいていきましたね、プロの道が。今プロになってね、夢叶ってるわけですね。いや、まだまだ全然叶ってないですよ。まだプロだという自覚してる部分もあるんですけど、まだ自分はまだまだそんなんじゃないなっていう部分もあるし、難しいですね。結構ライブの時もファンからいっぱいお酒が届いてて、いただきますね。かなり飲んでますよライブなんか。かなりっていうちょろっと。でも最近飲んでなかったですね、ライブ前に。よし、なんか酒がいっぱい来てる。本当ですか？いつか酒来るんですか？来ますね、来るところは。シャンパンは飲まないです。なんで？シャンパンもらっても
祝いの酒だからライブ前には飲まないです。終わってから。じゃあ今日はワインにしようかな。じゃあ今日はこれいただきます。リストとしてこれだけは絶対譲れないこだわってるっていうことって、まあ、音的なことというのがいいんだけど、なんていうんですかね、常にもう一人の自分がいる感じでギタリストっていたいですね。 なんていうんだろう、もう一つの観点を持ってたいっていうか、冷静になれる自分も いないと俺の場合ダメだ。そのプレイ中もどっかでそういう意識があったりもするんですか。ライブに関してもその曲作り、音作りに関してもそのメンバーとのやり取りに関してもやっぱどっかもう一人自分がいて待てよってこうなんもう一人自分がいるっていうか相手の気持ちになって考えたらあこうだろうなとか、なんか一つ答えを出すのにすごい時間かかるんですよ。俺の前、俺はこう思うんだけどこれをバッて言っちゃうとまたなんか違うだろうなみたいな、向こうがこう思ってるんだったらもうこういう答えもあるんじゃないかなみたいな感じで、でもそういうスタイルで今まで作り上げてきたし、そうでいたいかなと思うんですよ。そういうスタイルで追求してきたんですか。そうですね、遠回りなんですけど、すぐ答えが出ない考え方なんですけど、でもそれが一番自分にとっては納得できるやり方なのかなと思って、音作りに関してもこれでいいのかってすげえ疑ったりするような感じで、すげえいいなと思っても、もっといい音あるんじゃないかとか思ったりとか。何なんですかね、今もまだわからないですけど、でもギターが何なのかっていう答えは見つからないんですけど、でも少なくともこの俺の人生を変えた楽器ですかね、俺が分かることは。少なくとも楽器に人生変えられるとは思ってなかったですからね。すごいもんですよ、すごい楽器です。